はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、シリスです。ということでね、今回はいきなりね、ちょっとこういう感じで動画撮ってるんですけど、今日がね3月3日ということで、この日に今ビログ的なものを撮影してるんですけど、この日の7時かなに、五郎さんと自分で GG ニュースという COD の番組的なもの、オフィスに行ってこれからね撮影するんですけど、せっかくなのでちょっとねビログ的なものを撮っていきたいなと思います。ちょっと初めてなのでどんな感じになるかわかんないですけど、よければちょっと見てください。移動するよ。景色いいね、マジで。今日はあったかいんだけど、風がちょうどね、出てて超気持ちいい。いいな、こういうとこ散歩するのいいな、気持ちよさそう。もうそろね、スタッフの方とか、五郎さんと合流できると思うんで、配信とね、撮影の方、頑張りたいと思います。オフィス着きました。五郎さんは遊んでおります。めっちゃ真剣にやってる。一人で勝負してる。遅すぎんな。左手1対1でもさ、勝ち方ここ見ればいいね。ここが動き変わった瞬間に押せば。研究してる。ああ、12はやばいだろこれ。無理だって。やってみよいしょ。ということでね、今撮影、動画はもうちょい後かなかもしれないんだけど、まあいろいろ撮影とかが終わりました。ね、すっかりね夕方の時間になっちゃったんですけど、まあこの後ね、そのさっきも言ったんですけど、ご飯食べて、配信の方に備えていきます。すごい水がすごいことなってんだけど、これ。水がすごいよこれ、ほら。あ、コメント出てきた、すげえ。これこうすると今釣ったか。すごいこれ、それっぽい感じになってる。配信終わり直後、配信と戦ってるもん。水を飲む頃、映ってね、映ったわ。はい、はい、終わりました。お疲れ様でした。どうでした？いやー、喋ったね。なんだなんだ。だいぶ割と喋れてよかったね、うん、ちゃんと。そうね、結構ね、面白く喋れたんじゃない。いい感じでね。まあ、来月も楽しみにという感じです。はい、お願いします。はい、よいしょ。はい、どうも。これほとんど俺映ってないよね、多分。多分俺ほとんど映ってないと思うんですけど、これで配信と、撮影が終わって、まあね、ほとんど家の近くまで帰ってきたんですけど、まあ、今回はこれで終わりになります。もう真っ暗だね。もうね、10時過ぎてて、10時半とかもう11時近いのかな、うん、そんぐらいの時間だと思うんだけど、この後ね、軽くボット打ち配信をして今日は終わりにしようかなって感じです。いやー楽しかった。また月1企画でやる予定なので、皆さんこれからもねよろしくお願いいたしますといった感じで、ビログ的なものも初挑戦だったんですけど、今回はこれにて終わりたいなと思います。皆さん最後に良ければ、チャンネル登録や高評価ぜひともよろしくお願いします。
ということで、皆さんお疲れ様でしたということで、バイバイ。Follow your trail and the love's in your mind and the love's in your head. Let me escape from this unlove, cause I'm